皆さんこんにちは。レック専任講師の佐々木宏美です。本日は令和4年度の筆記試験一発合格者のKさんにお越しいただきました。で今日はちょっといろんなお話をお伺いしたいなと思うんですが、まずそもそも司法書試験を目指そうと思ったきっかけ、法律学習経験の有無も含めてお話しいただけますか。法律学習経験を宅建改正前に合格しました。で志望した理由は、前職が不動産の営業をやっておりまして、でその業務の内容の一つに、売り主様から不動産の売買をいただく業務がありまして、ただそれがなかなか結果が出ず、いわゆるその他社に専任を取られたりだとか、そういった経緯がありまして、どうやったら自分が選ばれるかどうか、いろいろ悩みまして、で法律に基づいて、アドバイス等できれば、熱意だけじゃなく、売り主様も、私に頼んでくれるんじゃないかなと思い、いろいろ調べた結果、この試験にたどり着いた経緯ですね。じゃあそういった例えば、司法書士を目指すにあたって、やっぱり予備校を利用しようって花から考えてました？独学で行こうって考えてました？司法書士ですか。そうです。宅建が独学で合格できたんですが、ただ一度失敗してるんですよ。すごい自己流でやったんで、その失敗があったので、もう司法書士はやっぱり難易度も違うので、宅建はレックさんの教材で合格することができたので、その流れでまずはレックさんの方で話を聞いてみようと思います。講座説明会にいらしてくださったということで、じゃあで司法書士よし頑張ろう、で通学で勉強されておりましたが、じゃあその通学で勉強していくときに、その最初から一発合格しか考えてなかったですか？そうです。もうその結果を出す、一発合格っていう結果を出す。私もね、相当一発ってずっとおっしゃってたように言ってはいるんですが、じゃあその一発合格を目指して通学で頑張るぞっていうときに、最初は通学にいらしてましたけれども、途中からもうほぼほぼウェブでに通学時間だとかも含めて、あと学習効率考えて、ある程度学習ペースを通学で掴んだ上で、そうですね、途中からウェブ、ウェブの方で、もうほぼほぼウェブでした。そうですね、黙々と。ただやっぱり孤独は孤独だったんですが、先生が月1回か2回分からないことのメール返信だったりとか、そういったものをくださったので、モチベーション的にはポジティブに向かうことができました。ちょっとね、より突っ込んだ具体的な勉強法をお伺いしていこうかなと思うんですが、結構私の中で、すごく順調に成績も出てたっていう印象が強いんですけれども、まずお試し本試験、皆さんにお試し本試験を受けるようにお勧めするんですが、お試し本試験の時も結構良いこれ成績通知なんですが、これお試しですね、お試しの時ってまだ春制だったので、途中民法しか学習済みでないというところで、民法ね、私最終的には満点目指して、満点が60点なんですね、満点目指して頑張ってくださいを言ってて、お試しの通過点にしても結構いい点数なんですが。いやでも時間丸々使ってそれだったのででも脳みそもパンパンみたいな状態で、ただ意外と解けるっていう言い方ちょっとあれかもしれないですけれども、その民法の勉強学習が間違ってなかったんだなと、そこは確認できたので、お試し本試験をやってよかったなと思ってます。であとここの受けてないはずの午後の部のこれ何ですか、この2139って、これ満点取るとこの点数。これはマイナーの講義に先生が司法書士試験は捨て科目はないとおっしゃっててで、一発合格者の方は合格科目のマイナーは落とす人はいないとおっしゃってたので、ちょうどその講義聞きながら手元にあったので、来年ここをこれで埋めてやるぞと、目標にして。で今年の結果が残念ながら民訴はそのね、予定の21点は取れなかったけれども、うん、はい、まあでもほぼほぼその点数取れて、はい、で何よりもうね特筆すべきが午後の部のこの得点ね1問落としたっていう、ここのね、はい、マイナー1個落としちゃったっていうところで、はい、非常に素晴らしい最終順位って、これね成績数値が出てこないんですが、はい、51位全国、はい、本当に素晴らしい結果だなと思うんですが、はい、で記述に関しても今年ね結構記述意地悪な問題だったんですが、はい、しっかり枠ずれというかこけること大きなミスすることなく、はい、確実な点数もね、取ってこられたんですが、はい、じゃあその記述も含めてで午後の部とかも、まあ、まんべんなくも点数良かったんですが、はい、結果ね、はい、途中経過として全部順調にいってました？いやもう全くですね。で記述のことを話すと、まず字が汚いっていうのがあったんで最初ねこれじゃちょっとやばいぞというちょっとねこれ答案を今日持ってきていただいたんですが、はい、実際ねこの記述会話ベースアップっていうのが学習途中に基礎講座学習途中に受ける記述ででまあねこういった感じで結構まあね言ったら綺麗な字ではないかもしれませんがこんな感じですね。うんうん、でこの記述会話ベースアップ講座だったりとかその直前期の記述だとかも結構、まあ、私コメント自分のクラスの受講生さん出てくるとコメントを入れること多いんですが記述の点数って割ともう順調にこの試験みたいに取れてました？いやもう多分一度先生に私80分以上80分以上かかって多分相談したことがあったと思うんです。そうですね。記述って大体片方55分で解いてちょうだいと言ってて、記述の時間が縮まらねえっていうご相談がちょいちょいいただいた記憶はあるんですが、なんとか時間短縮できましたか？まあ先生が継続していれば6月ぐらいには結果出るっておっしゃってたので、まあ本当にそれを愚直に徐々に時間短縮を考えるよりはもう場数を重ねていくしかない。はい、でこれですね基礎講座受講生さんにはレックって記述会話ベースアップ講座書式ベーシックか、はい、その基本問題集を解いていただくということなんですが、でこれも解いた履歴を日付と丸×三角20丸丸三角×とつけてくださいと言っていって20丸が3回連続ついたらその問題を卒業よと、うん、相当数こなされてますよね。はい、すんなり最初から20丸ついたものもあれば、まあ、そうじゃないよっていうね、そうですね、枠が足りないっていうぐらいそういう意味ですといったものもありますね。はい、でこのベーシックもじゃあ3回から、まあ、平均してば5回ぐらい解いてる感じですかね。見ての通り、うん、特に不当の記述がやっぱり苦手でしたね。うん、そっか。はい、でそれはひな形を覚えてなくてっていう、それともなすべき登記を間違えたりだとか、まあ多分両方だったと思うんですが、ひな形って書きまくって覚えました？そうです。コピー用紙を買って、うん、ガツガツはいもうひたすら書きまくった。はい、じゃあ過去問なんですけれどもこの択一の過去問でですね、で私過去問は乗っかってるもの全部解くんじゃなくてある程度絞りましょうって言ってて、例えば古い時代の過去問一切解かなくていいと言ってましたけれども、はい、まあ割とその通りでしつこく解いたものに関しては結構ね解いた履歴もこれも20丸とか丸とかつけていただいて、うん、で解説部分だとかっていうのは結構ねなんか解いて間違ったところにこうじゃないよとか、そうですね、まあいろいろブレイクスルーテキストを見てちょっと補足のなんか派生する知識をちょっと書いたりだとかしてます、うん、後からまた行ったり来たりしなくて済むようにみたいな、なのでまっさらなところは本当まっさらで、やったところは結構がっつりみたいな感じで、はい、解きまくってっていうところは、はい、まあさすがに皆さん一発合格される方ってやっぱり時間的にどうしても制限があるので、はい、過去問乗っかってるもの全部できない。じゃあたくさんの問題を12回解くよりは絞ってね、そうですね、まあ大体5回以上は解いてるかなって感じですかね。もう先生からその20まで3回っていう指令があったのでまあなかなか達成できなかった多分論点もあったと思うんですが、一応それを何でしょう目標にやってました。はい、で基本的に講義を受けて復習して、はい、でその後もうひたすら過去問を解くっていうルーティーンな感じですか。そうですね、はい、でやっぱり皆さん苦労するのが解釈法なんですが、はい、解釈法の条文を読む方と読まない方っていらっしゃるんですが、はい、で結構これ解釈法の条文集なんですが、はい、結構条文は読まれた感じですか。まあ専業だったこともあり、比較周りの方と比べて時間があったので、うん、なので12月以降から、30分強みはするようにしてました。12月以降ってなると解釈法が学習全部済んでから条文を読み始める。小等法の択一が多分終わったぐらいだと思うんですけれども、はい、じゃあ解釈法を講義受けてる最中っていうのは、はい、あんまりその条文っていう感じ、結構もうこれはブレイクスルーの書き込みがそのままここに書いてるっていう感じ。はい、そうです。授業解釈法の授業中もその時の過去問がなかなか三角すらもなかなか達成できず、で講義の途中からアンダーライン引きながら先生の講義を聞くっていうふうに切り替えてやってました。じゃあそうですね、結構この講義復習で、過去問、はい、でまたその講義って2回転じゃあウェブで2回転した感じで、とにかく講義を丁寧に受ける、はい、でちゃんともうあとはひたすら問題解くっていう感じで進めていく、はい、でそれをひたすら繰り返して、で結構直前期になってくるとやっぱ成績だったりとか、はい、その時間的なものっていうところにさっきも言ったように焦ってきたと思うんですが、はい、その直前期の、はい、点数、ファイナル、はい、レックって直前期に本試験レベルのテストをやるんですが、はい、その時って順当に点数出てました。いやもう全体的にボロボロまではいかないですけれども、あまりいい点数ではなく、で特に不動産の記述が1回目が4点で始まり、ただその4点が最初だからしょうがないで先生が言ってくださったんですけど、35点満点中4点、自分もじゃあいいかと思って気持ちで次だと思ってでまさか2回目も9点っていう、でそこで結構心が折れました。でただ私のクラスってね、科目別に満点目標っていうトライアルテストを実施してて、トライアルテストの点数っていうのは結構良かったように思うんですが、で満点目標で最低9割取ってちょうだい、でそういったものはずっと8割9割ぐらいは取れてた感じ。そこを目標に、はい、9割以上、あばよくは満点というか、はい、満点取ったことありました？ないです。はい。ただもう目指せ満点、はい、次でリベンジだみたいなものをずっとコンスタントに繰り返して、はいはい、じゃあ直前期って周りの人がやっぱどうしても気になってくると思うんですが、はい、それってどうしてました？私事です。性格が負けず嫌いなので、よく SNS を見て、その猛者たちの上位の点数を見て、よしやってやるぞ。って思ったり、先生からも、もちろんこういう名詞は出してないですけれども、そのいい点数の方、情報を発信してくださってたので、そうですね、はい、ある意味自分のケツ叩きになったので、そこは自分の性格も少しは寄与したかなと思ってます。受講生さんでも結構その、負けず嫌いな方も、もしくはそのネガティブにすごく捉えて、繊細な方もいらっしゃるので、そこはね私もカウンセリング定期的にやってて、Kさんのように、何くそっていうねいう方には割とそういった情報を出したりだとかで、ただ過去にそのネガティブ、繊細な方で一発合格された方っていうのもそこの解決策っていうのは一緒に話しながら見出していく。で最初学習開始当初から、はい、いろんなお話をねずっと定期的にしてきたので、ある程度ねその方の性格も踏まえた上で、一緒に伴走していくみたいな感じは心がけていたつもりではあるんです。はいね、それも見事な結果で、よかったですね。はい、はい、ちょっと長くなりましたけども、これから司法書士を目指す方に向けて何かメッセージがあれば。そうです、まあ全然言えるなんでしょう、面前で言える立場ではないんですけれども、まあ地頭がそこまで良くない自分がこうやって結果を出すことができたのは佐々木先生のご指導のおかげだと思ってますので、はい、まあこれから初級講座等を検討されている方はぜひ、佐々木先生の方に話を聞いてみてはいいんじゃないですかね。はい、ありがとうございました。はい、ではこれからね、司法書士、立派な司法書士になって頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。